はい、どうも、しょうゆTVです。もたらです。はい、お願いします。はい、本日はですね、野球で、まあ、プレーするとやっぱ臭くなるじゃないですか。汗臭くなったり、もう足も臭くなるし、とりあえず匂いが、もうマジやばいじゃないですか。僕ら。確かに。おっさんたちは。なんで、今回はですね、その汗の匂いを消す、なんかアイテムがあるってことで、今回持ってきました。だから外なのか。そうっす。はい、それが、こちらはい、こちら。ヌーラという、無香料の急速イオン消臭液という液体なんですよ。これかけることによってこの臭い匂いが一瞬でこう消えるっていう、なるほど、というスプレーなんですけど、でこちらですね、成分がですね、液状イオン交換体エタノール精製水という成分でして、まあ、実際に臭い匂いをにかけて匂いがなくなるかっていうのをちょっと実験してみたいと思います。で今回は実験キットがあるってことで、実際にこの実験キットを使ってやっていきたいと思います。でこの実験キットの中にアンモニアがこちらに入っております。アンモニア、まあ、アンモニアの匂いを消してみようってことで、相当臭いんで、でこちらを使ってちょっとやってみたいと思います。こちらの匂いを嗅いでみます。この匂いをこれ入れます。きた、待て、じゃあしないですよね。嗅いでみます。嗅いでみろ。やだなー、ちょっと、あ、じゃあ覚えて、ここ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 、この辺この辺この辺水滴あるからね、この辺この辺この辺ちょっと待ってて、実験かよこれ、怖いこれ怖い、うわ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 、やばい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 、これやばい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 、これはやばい、やばいこれやばい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 、臭いで、今超臭いです、マジでこれ半いや半端ねえ。でこのヌーラのこの液体をここにとりあえずかけてみましょう。はい、これ入れてみてちょっとして匂い消えてればもう大成功ということで、行ってみよう。いいですか、この辺ですか、いける、はい、これね、これこれなんと匂い消えてほしい、飛んでる飛んでる、嗅ぎます、嗅ぎます、消えてる、あら匂いしなくなった、恐る恐る、おーおお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 消えたね、ふわっと消しちゃう、すごいこれすごかった。ちょっと別のでいいか、じゃあちょっとデオールっていうもう何ですか、この液体をかけなくてもこの液体の成分が入ってる靴下とかそういう布があるんですよ。これがこの布なんですけど、ジップロックにこれをかけて匂いがするじゃないですか。でこれを入れ、そのまま入れるんですよ。はい、で匂い消えるかどうかやってみましょうか。はい、でこれが要するにそのスプレーということ、スプレーの代わりってことですよ。はい、じゃあちょっとお願いします。ちょっとちょっとそんな大きく広げて、4回目入れて、はい、で、はい、変えてください変えてください変えて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 、あっあっ来た来た来たか来たか、でこれを入れます入れますこれを入れます。あ、入れました入れました。早く閉めた早く閉めた。はい。入れました。で、これをとりあえずこう揉んでいく。ぶっていく。で、こちらの方をちょっと開けていきたいと思うんですけど、匂いちょっと嗅いでいきます。さっきはモンタナさんが4プッシュぐらいしました。ボットン便所の匂いを、匂いのするスプレーをね、そうアンモニアね、アンモニアを4プッシュしました。で、マジで臭いと思うんで、で、この布はこのスプレーと同じ効果のある成分が入ってる布なんですよね。これを入れて揉んだ結果どうなってるかということで、匂いを嗅ぎたいと思います。ではやるの、匂い嗅ぎ担当ということで、じゃあお願いします。はい、どうぞ。いいっすよ、嗅いで待って。はい、お、
すごい。え、平気平気ですか、マジっすか。あ、本当だ、平気平気。え、家具平気だね。平気っすよ、これこれさ、これはすごいわ。生地も平気なの。じゃあもう、はい、生地。お、平気平気っすか、マジっすか。ほんとだ、これはびっくり、これはびっくり、マジでマジでマジで、これはすごいわ。ね、マジで、これマジで臭いからね。これちょっとモンタナに置きますよ、これ。わかりました。で、もし、もしちょっと興味がある人いたら、ちょっと体験してみて、はい、もらっていいですかね。このシャツ着てると匂いが分解されるってことだね。そうです、そうです。これいいね。そうです。で、いろいろなんかね、スプレーだけじゃなくて、そういう靴下とかシャツとかも販売されてまして、こちらをね、着ちゃえばもう汗かいても匂いがないということで、まあ、僕ら野球なんで、シャツとか靴下はちょっと履けないんですけど、その代わりそのスプレーを使って、例えばキャッチャー防具だったり、ヘルメットだったり、まあ、グローブだったり、スパイクだったりで、ちなみにですね、いろいろ、まあ、説明書いてまして、ヌーラって名前なんですけど、ヌーラはこういう匂いを消してくれますっていうのがあるんです。体臭、まず体臭、加齢臭、脇臭、汗臭、足臭、生理臭で、生活臭はタバコ、生ゴミ、ペット臭っていうのに結構効くそうで、使う場面は例えばお出かけをする前、ペットと暮らす、家庭、ご家庭で、で、心地いい寝具のために、まあ寝るね、ベッドとか布団とかにかけるのもありだし、お出かけ先で、例えばさ、焼肉とかさ、匂いこう煙がすごいしてさ、臭くなるじゃないですか。だから事前にかけとけば匂いはつかないと。なるほど。そう、つけた後にかけるのもいいけど、先にかけといて行って、でも帰り匂いしないねみたいな、そういう感じで使えるそうです。部屋干しの洗濯物にかけるのもありです。という感じで、このですね、急速イオン消臭スプレーというヌーラっていうものがありますんで、もしね、匂いでマジで困ってる人いましたら、ちょっと一回試してほしいなと思います。これはマジでちょっと効果ありますよね。いいね、すごい。はい、はい、で、こちらモンタナスポーツさんにちょっと置かせてもらいます。はい、で、ちょっと匂い、ちょっと靴がちょっとやばいな、グローブがちょっとやばいなと、ヘルメがやばい、まあキャッチャー防具やばいと思ってる人いたら、もう気軽に持ってきてもらって、体験してみるのも、そうっすね、全然いいですよね。いいです。はいはい、それちょっと置いておきましょう。はい、置いておいてもらって、はい、皆さん使ってください、ぜひとも。はい、というわけで本日はこちらのヌーラという、消臭スプレーを紹介しました。この動画いいと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。そしてこちらのリンクをですね、動画の概要欄に貼っておきますので、こちらにチェックしてください。はい、それでは終わります。ありがとうございました。走れ大井チャンネルから皆さんにお話があります。走れ大井チャンネル with ゴリスポグラブメーカー誕生。協力はエールストーリーでおなじみアイスタジオさん、プリントするグローブはこれプラスこちら。これ、はい、Z プロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ軟式用です。基本的にチャンネル登録と、僕らのインスタフォローは必須ということで、超平 TV の、チャンネル登録者が8000人突破したプラス、モンタナさんの、インスタを貼ってますので、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと。
頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。切るのさ、磨き抜いた切れ玉で。